国境合作。国境合作とは、1924年から1927年と、1937年から1945年の二度に、渡り、中国国民党と中国共産党の間に結ばれた協力関係のことである。合作は中国語で、協力関係を意味する。第一次国境合作は、軍末及び、 北京政府に対抗する共同戦線であった。国民党は1924年1月20日、関東で開催した第一次全国代表大会で、綱領に、連鎖、要強婦女効能の方針を明示し、第一次国境合作が成立した。陳独州や毛沢東ら中国共産党員が、個人として国民党に加入する、党内合作の形式をとった。 1925年孫文が死去し、1926年に中山間事件で蒋介石が共産党員を拘束するなどの圧力があったが、その後国民革命軍総司令官になって実権を握った蒋介石が同年北伐を開始し、1927年に南京に国民政府が成立。1927年4月の上海クーデターによって、 国境合作は事実上崩壊。7月13日、中国共産党は退治局宣言を発し第一次国境合作の終了を宣言、国境内戦に突入した。西安事件後を契機に壊滅寸前の共産党はコミンテルンの方針もあり、国民党との合作に活路を見つけようとした。しかしながら、国民党内の共産党不信は根強く。 合作に向けた交渉ははかどらなかった。それに対し、北京での露光橋事件と、第二次上海事変に至る上海で続いた、日本軍との軍事的衝突の矢面に立たされた、小介石国民政府は、ソ連との中祖父化新条約締結と共産党の合法化による共産主義勢力との連携で南極の打開を試みた。中華民国の国家主席に就任後、 小解析は意欲的に中国の近代化を推進する改革を行った。しかしその頃、ソビエト連邦の支援の下、毛沢東が指揮する中国共産党は農村を中心として支配領域を広げいき、1931年には厚生省に中華ソビエト共和国臨時政府を樹立するまでに勢力を拡大していた。は1930年12月から、 共産党に対し5時にわたる大規模な総協戦、を展開。1934年10月には共産党を壊滅寸前の状態にまで追い込み、共産党は西部奥地のソ連国境に近い沿岸への逃避行、共産党の言い方では調整でしのぎ、西安事件で復活のきっかけをつかんだ。西安事件後、共産党の国民党への合作の働きかけはさらに、 積極化された。1936年12月19日、共産党中央と中華ソビエト政府は、先制省堺の同館における内戦停止、全国格闘各派による和平会議の招集、会議の議題は内戦停止と一致公日、会議の場所は南京と南京政府に訴えた。百三十七年一月六日、共産党中央は国民党、 南京政府に対して通電を発して即時停戦と新日派の罷免を要求した。西安事件で内戦停止と一致公日を約束させられた小介石は南京に帰還すると直ちに中央軍を先制省から撤退させる声明を出した。1936年12月29日、国民党中央常務委員会は反乱軍討伐の停止、超学良と 要古城討伐の大本営である内逆大本営、総司令は何王金の解消などを承認した。1937年1月6日には、共産軍討伐前線司令部である西安の総友行営が廃止され、10年間続いた国境内戦は事実上停止された。一月八日には、親日派の中心人物である、長軍外交部長、外相が罷免され、反日、 欧米派に属する王朝恵が就任した。2月10日、共産党中央は国民党三中全会に対する通令を発して、共産党が国民党と国民政府の指導権を認め、その指揮権に服従することを表明し、後日のために第二次国境合作を要求した。2月15日から開かれた国民党三中全会では、一行軍の取り消しにソビエト政府の 取り消し三石化宣伝の中止四階級闘争の中止の四条件からなる石化根絶決議が採択され、共産党に対して表面的には非打強的であったが、失った領土の回復、格闘格派を入れた国民大会の招集、共産党の要求する和平会談の受諾が決められた。石化根絶案が決議された2月22日、小解析は、 公日民族運動に関する言論、出版、行動の自由、政治犯の釈放、各方面の人材投与一致団結して、国家目前の困難解決の意向を明らかにして、公日民族統一宣戦線を案に容認した。さらに、赤人とか、共産人とかいう用語の使用が禁じられ、少数のあまり重要でない政治犯が釈放された。共産党中央宣伝部が4月3日付で、 発表した国民党三中全会後の我らの任務に関する宣伝大綱の中で国民党三中全会は極めて重要な意義を有する会議であったことを認め一国民党が政策転換の開始を表明したに内戦停止民主制度の拡大、言論解放、政治反射法を承認した三節下根絶決議は我が三中全会へ与えた通電と原則的に 接近しており、国境間の世商進行の可能性を表明した。このことは、国境合作の原則が、すでに確立したことを意味する五大日戦への決意を表明した、と三中全会を高く評価した。共産党代表の周恩来と国民党代表の長期の間で和平交渉が行われ、1937年3月1日には、内戦停止、 一致後日及び国民大会に各方面の人材を収容することの2原則が成立し3月4日には改変協賛軍について新駐在地点の指定、南京の軍事委員会への指揮服従、国民政府からの軍事支給などが確約された。その結果、ソビエト区に対する経済、郵便、電信、交通の封鎖が部分的に解除され、 数百人の青年共産党員、多数の若い旧新聞紙、老練な投稿作者、優秀な技術者たちが中国各都市から徒歩で延べに赴いた。また参考し断文ではあったが、国民党政府は共産軍に対して軍用金と弾薬を支給した。共産党は4月7日、これまでの一切の土地改革規定を全面的に放棄する宣言をして、 国民党に大きな情報を示し、4月15日、全党同士につぐる賞を発表して、今後の任務はすでに獲得した、国内平和を強固なものにし、民主的権利を戦い取り、対日公戦を実現することにあると指摘した。1937年7月7日、露光橋事件が起こると、7月8日、共産党は、局地解決反対を全国に呼びかけ、 7月11日、周恩来が、抗日全面戦争の必要を、蒋介石に強調するなど、共産党は、国民党に、対日抗戦を迫った。7月19日、日中全面戦争に極めて慎重であった、蒋介石は、最後の関東を演説を公表して、抗日の決意を表明したが、第29軍を、北平、天津から撤退させて、 日本軍と妥協しようとした。また、鬼殺政務委員会も日本軍と妥協を図って、積極的交戦を避けた。このため共産党は、7月23日に、第二次宣言を発して、全面交戦、徹底交戦の実行を強調した。7月21日、小介席に反対していた、西南派の理想人、白、高敷、高明、初らも、 蒋介石擁護の意向を表明した。また、7月から8月にかけて、枕人志樹、小の器らの、高日九国七君子をはじめ、各松弱や陳独衆など、300人余りの政治犯が釈放された。7月28日、北市における日中両軍の全面衝突が起こると、蒋介石は最後まで抗戦する決意を、再び表明した。 南京政府の抗日体制は強まり、8月8日、蒋介石は、全将兵に次ぐと題する演説を行い、抗戦の決意を3度表明した。8月13日、第二次上海事変が勃発すると、国境合作と抗日民族統一戦線は、飛躍的に発展した。8月22日、国民政府は、抗軍を改編して、 国民革命軍第八祖地軍とすることを正式に交付し、首都区を八祖地軍総司令に、報徳会を同副司令に任命し、三戸市をその指揮下に入れた。国民政府から武器、弾薬、資金が補給された。9月9日、南京政府は国防最高会議を組織し、同会議の主席に、小会席、副主席に王朝明が就任し、周恩来、 首都クラも参加した。9月22日、共産党中央委員会の国境合作に関する宣言が発表され、9月23日、小解析の国境両党の第二次合作に関する談話が発表された。共産党は国境合作に関する宣言において、国難極端に厳重にして、民族生命の存亡の危機にあたって、我らは祖国の希望を 回復救助するために平和統一、団結業穴取りの基礎の上に、すでに中国国民党と了解を得て、共に国難に赴くこととなったと、国境再合策の了解が成立した意義の重大性を強調し、一村分の三民主義の徹底的実現のために、奮闘する二国民党政権を破壊する一切、暴動政策及び石化運動を取り消し、暴力をもって、 地主の土地を没収する政策を停止する三現在のソビエト政府を取り消し、民権政治を実現して、全国政権の統一を期する四項軍の名に及び番号を折り消して、国民革命軍に改編し、国民政府軍事委員会の指揮を受け、その出動命令を待って、公的前線の責任を分担することを国民党と全国民に誓った。月日、共産党は、 実行支配地域の中華ソビエト共和国を廃止して、中華民国戦艦令変区政府に改変して、国民政府行政院直加付となった。9月27日、毛沢東は、国境合作成立後の差し迫った任務と題する声明を発表し、国境合作が成立したことの意義を確認した。10月2日、河中、河南に遊撃中の中京軍に約1万が、 新四軍として再生されることが国民政府から指示され、軍長に要長、副軍長に後衛が任命された。南京陥落後の12月25日、共産党は自局に対する宣言を発表して、国境両党の提携と徹底抗戦を改めて声明した。日本と敵対関係にあったソビエト連邦は、共産党中国支部の設立を支援した。 またコミンテルンを通じて中国の共産化政策を強力に推し進めた。1937年8月13日の日中両軍の全面衝突から10日足らずで中祖不可侵条約を結んで小介石国民政府をも物資だけでなく人も含めた全面的な支援をして国民政府の反共産化政策を放棄させるのに成功した。 また、日本の慎重に危機感を持ったアメリカは、小介席の妻の総美霊によるフランクリン・ルーズベルト大統領への強い働きかけを受けて、義勇軍という形をとって1941年から、中華民国軍に武器軍事顧問の派遣などの形で援助を行ったほか、同年12月の日本との開戦後には、中国共産党軍にも武器などの軍事支援を行った。 1945年8月の日本の太平洋戦争敗戦は国境統一戦線の意義も名目もなくなりアメリカの朝廷によって国境で締結された操縦協定でも完全な停戦に至らず内戦は再開された共産党軍は東北と内蒙古と新疆に侵入したソ連とモンゴル人民共和国の支援を受け徐々に南下して国民政府軍を圧迫した 日本軍の前面に立って戦力を消耗してアメリカから事実上援助を打ち切られた国民政府軍と後方で力を蓄えるとともに巧みな宣伝活動で一般大衆を味方にした共産党軍の戦いは1949年に共産党の理で終わり中華人民共和国の成立に至った敗れた国民政府は台湾に移住した楽しく ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。